んにちは、こんばんは。私たちベイビーウルフです。トリです。アッカです。まつりです。ルカです。はい、ということで本日はパプリキューチャンネルさんとのコラボ企画になります。やだー、ついにね、正式コラボで嬉しいでございます。お邪魔しております。よろしくお願いします。はい、今回は何か企画を持ってきていただいたということで。はい、そうなんですよ。あのクイズ女王決定戦ではね、結構ガチンコ系のクイズをやってるんですけども、ひらめき系のクイズを、うわー、やばい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 、うちのチャンネルではよくやるので、それを皆さんにもやっていただこうと思うんですが、まずはね、こちらの例題をご覧ください。虹ほにゃららうだいということになってて、あの空欄のところがあるんですけども、あそこにですね、有名人の名前をフルネームで入れていただくと意味の通る文章になります。知ってる。あ、知ってる。松井ちゃん、これ誰を入れたらいいですか？菅野美穂さん。お、その通りです。女優の菅野美穂さんの名前を入れると、2時間飲み放題、2時間飲み放題という言葉になるわけですね。このように空欄に有名人の名前を入れて答えを導くクイズを、ジャストフィット有名人といって、うちのチャンネルでは何度かやってるんですが、チャンネルで見ました。あ、ありがとうございます。はい、このうちの名物企画をベイビーウルフ用にですね、持ってきました。その名もジャストフィット人狼プレイヤー。はい、これはですね、もう皆さんにも、ゆかりがあったりご存知であるであろう、人狼プレイヤーをですね、この空欄に埋めていただくという、今回のオリジナルのクイズでございます。はい、正解はプラス1ポイント、誤答は何回しても、ペナルティーはなしなので、どんどんね、チャレンジしてほしいなと思います。ルールとしては、人狼放送に出ている方のフルネームが基本的に入るということになりますので、分かったら押していってください。さあ、ということで、視聴者の皆さん、詳しいルールはこちらになります。ご覧ください。はい、ということで早速なんですが、皆さんには早押しで解いていただきたいと思います。はい、さあ、それでは参りましょう。この空欄に入る、人狼プレイヤーの名前は誰でしょうか。1問目はこちら。私は根っからのラーほにゃららりもなくかけまくる。お考えください。はい、さあ、人狼プレイヤーの名前を入れると意味の通るこれになります。さあ、行きましょう。鳥ちゃん。ゆずきしょうこさん。その通り。鳥ちゃん、これはどういう文章だと思いましたか？私は根っからのラー柚月証拠りもなくかけまくる。あー、お見事でございます。ということでね、まあ、私立人狼学園などでも何回もお世話になっている声優の柚月翔子さんでございました。ライブも一緒にね、やったりもね、はいはい、しましたけれども、あ、鳥ちゃん、よくひらめきましたね。これは実は出るだろうと思ってます。柚月翔子がまず出るだろう、ゆかりが深いし、はい、出ると思ってました。はいはい、はい、人読み負けた。それだけでやってたから3人ぐらいしか想像しなくて、その3人順番に入れて、あれ違うの、違ったな。なるほどね。だからこれ僕が作ったんですけど、古川さんならこの人出すだろうみたいなのをちょっと考えてて、出るだろうと。なるほどね。逆に言うと、鳥ちゃんそれを思ってたけど、ちょっと今押すのに時間かかるくらい、ちょっとパッとは分かんないよね。切れ目が分からなくて。確かに、はい、今みたいにラー油好き証拠りもなくみたいな、途中で切れる可能性があるので、そこも頑張って考えていただきたいなと思います。はい、さあ、鳥ちゃん1ポイント。それでは参りましょう。続いての問題はこちらです。どうぞ。昨夜まで寝込んでいたうちのほにゃららたらすっかり元気になっていたわ。まあこれ、誰々たらみたいなちっちゃいつじゃないですからね。何々たら、全くもうのたらとは違います。うちの鳥たらみたいなことではダメってことですね。ちっちゃいつがなく何々たらです。お、松井ちゃん。うちの三上あやめすっかり元気に、その三上あや、うん、三上あや寝たら違います。寝たらはでもいけるね。三上あやがもう何でもなすぎてでもいいよいいよ、そんな感じでもバンバンね押して当たるかもしれないから。寝込んでいたのに寝たらって何なの。あ、え、確かに天才天才天才。食べたらとか食べたらでも、うちのなんたらは、うちのなんたらでなんか名刺入るじゃない。うちの子なんか、もう私この人が今出てきて仕方がないのに言ってるから。あ、赤それ当たってるかもしれない。赤言って。
セポチャコ。ああ、なるほど。ちょっとどういう文章なんですか。うちのセポチャコタン。ダメなんですよ。でもね、脳内チャコがすごい出てきて。一回出してる。なるほどね。あれか、頭で押してる場合じゃないパピーンじゃないの。頭でいっぱいでパピーンじゃないの。こんなんかなかなか見られない。違うんですよ。セポチャコじゃないですからね。うちの妻とかそういうことじゃない。うちの娘とかさ。はいはいはい、はい。なんたら家族の名前じゃ入りそう。このなんかさ、この喋り方、家族で言ったらどの立場の人が喋ってるの。お母さん。お母さんっぽいね、確かにね。うちの子。こうから始まる人類やのかな。同時に向かってくるまつりちゃん。わー、わかった。古賀あさみさん。正解です。あー、そういうことか。はい、お見事です。あくもこれ分かってた。今一緒、同じタイミングででも負けました。はい、まつりちゃん、これ名前入れるとどういう文章になりますか。昨夜まで寝込んでいたうちの子が朝見たらすっかり元気になっていたわ。その通りでございます。お見事。1月の末にね、私立にも出演してくれた古賀あさみさんということで、皆さんもね、お世話になってますよね。練習会にもいたりもしますし、はい、ということで、まあ、ここから始まるで探した結果、すごい、これ考え、どういう気持ちで考えてるんですか。あの、みんな人狼してるところしかね、視聴者の方も知らないかもしれないですけど、もう日本一のクイズ作家だからそうですよ、すいません、まあ、でも今回と喜んでほしくて、これこういうのをね、まだ考えてきてるんで、頑張ってきてほしいと思います。私の思ってる出る人出てないですよ。まだ出てない。いや、これはね、出る可能性があります。私まだ出てないけど、絶対古川さんならあの人出す。出すなっていうのね。これ、溶けたらめっちゃ気持ちいい。気持ちいい。さあ、鳥ちゃんとまつりちゃんに1ポイントずつ入っています。赤もね、すごくいい、ちょっと頭で押すくらいの今ですね、気合は入ってますけど、なんかもう、なんか絶対チョコが出てくるんですよ。全面に出てね。一回やる、一回やりが出てくるものは、私たちチョコ出てくる決まりがあるから。さあ、この後出てくることあるんでしょうか。それでは参りましょう。3問目はこちらです。どうぞ。キャンプの夜はほにゃららな光だけで楽しみたい。さあ、行きましょう、まつりちゃん。花嘘。初めて違います。どういう文章だよ。花嘘の夜は、花嘘の光だ。赤、行きましょう。月のほのかな。その通り。正解でした。はい、まつりちゃんの花嘘を受けて、ハッとね、ひらめきましたけど、じゃあ、赤、これ、文章を入れるとどんな言葉になるでしょうか。月のほのかな。キャンプの夜は月のほのかな光だけで楽しむ。はい、その通りでございました。ということで、ベイビーウルフの1期生メンバーであるほのちゃんこと月のほのかさんの名前を入れると文章になる問題でございました。すごい。はい、よくひらめいたね、これね。光に続く文章、何があるだろうとか、ホタルとかなんかいて、ほが出てきて、ほのかがいるじゃん。すごい、ホタルの光から偶然にもほを見つけてほのかな光に行ったんだね。はい、はい、よかった。本当にまつりちゃんに言ったやつ、歯が2個つないでてめちゃくちゃ気持ち悪かったけどね。キャンプの夜、わはらうさってなってめちゃくちゃ気持ち悪かったなんかまたに、さあの光が出てきちゃってみんなに共有したくて。そうだね。どうなってるの、キャンプの夜どうなってるの。はらうさとまさのボケを光ってんだ、ちょっとぼんやりで。まず頭から出さないといけないから、思い出たら一回押して言った方がいい、違うよって言われた方がね、すっきりする。そうだよ、なかなか。花嘘さんがぼんやり光ってるのないのよ。もうちょっと納得いけるぼんやりしたんだ、すごい。はい、ということで、じゃあこれで3人に1ポイントずつ入りますね。素晴らしい展開です。さあ、問題またございますのでやっていきましょう。続いての問題はこちらです。13人村の役職構成は素晴らしいほにゃららとも思わない。え、これは人狼のね、話、13人である人狼、13人村と言ったりしますが、とも思わない。いいかき、素晴らしいの後がか、いきくかあたりをみんな考えてるんですね。あずちゃん、素晴らしいかいよう、へいとも思わない。違います。え、なんかさらっと言ったら、ぽかったですね。ね、そうだね。わかる、わかる。あ、確かに。そういう言葉ある。素晴らしい改良まで受けたね。素晴らしい改良、へいとも思わない。最後。アメリカ人の考え。素晴らしい改良、へいとも思わないじゃないですかね。あ、まあ惜しかったね。なんかカタカナ入ったりするかな。ひ
それ当たってるかな、当たってるかな今のね。松井ちゃん素晴らしい、いいゴリッと当たってないよ、絶対当たってないそれ。違うか、違うよ。あ、赤素晴らしきんばり。違う、違う、素晴らしきんばりとの笑いじゃないのよ。見つけたじゃないんですよ。あ、とりちゃん素晴らしきーら、違います、素晴らしきらとも思わない。素晴らしきーが気持ち悪いんだけど、さっきもいいゴリもそうだけど、素晴らしいゴリと思ってる。やっぱ一回両辺、一回両辺、一回両辺じゃなかったけど。松井ちゃん13人分の役職構成は素晴らしいレギュレーションとも思わない。現代人狼界に一石投じるとかないんですよ、本当にそういうやつじゃないから。から思うところあるのかもしれないけど、そういうことじゃね。みんな13人分やりすぎだなって。あ、そうだよね、11も14もいいよねみたいな。ベビールチャンネル少人数でもやってんだからね。役職素晴らしいですよ。違う、そういうことですよね。まあまあそうそう、みたいな文章が出来上がるのよ。でもじゃあもうこれヒント出しますね。わ、いいですか。まあ、まずはですね、TLPT ネームみたいな感じじゃなくて、名字、名前で構成されているフルネームが入ります。で、もう一つ、はい、素晴らしい。い、い。おぉ、イカイさんじゃないか。イカイさんじゃないんだ。イカイさんじゃないとは思うけどな。イカイさん以外にの人いたえ、わかんない。さあ、行きましょう。鳥ちゃん。インコさん。残念。素晴らしい子さん。素晴らしい子さん。トリちゃん、どういう文章なのかちゃんと責任持って言って。13人村のかちゃんとはっきり言って、トリちゃん。13人村の役職構成は、素晴らしい、インコさん。いや、それないんですよ、本当にトリちゃん。ちょっとさ、トリちゃん。素晴らしい、だから、うんとか伸ばし棒で受けないでみんな。素晴らしいインコさんじゃないの。なんなの、それ。やりますよ、まつりちゃん。石井二郎さん。その通り、お見事、正解です。正解は石井二郎さん。まつりちゃん、どういう文章になりますか。13人分の役職構成は素晴らしい、し、素晴らしい、し、い、し、い、じ、ろ、え、13人村の役職構成は素晴らしい、適当に石井二郎って言った。素晴らしい、素晴らしい、石井、あ、素晴らしい、石井、あ、石井、素晴らしい、言って、わかんない、石井、石井、石井、急に正解したことによってバカになった。正解前より超バカになってる。素晴らしい、素晴らしい、し、残り、ちょっと赤教えてあげて、どういう風に読むの。13人もの役職構成は素晴らしいし、いじろうとは思わない。はい、その通りでございます。なんで答えた人が、いじろうとは思わない。いや、いい、いい、言って一緒に来たから、いじろう言っただけだもん。ね、でもごめん、まあ、確かに今までのイーゴリとかインコさん認めてる以上正解なんだけどね。はい、正解でございました。まあ、アルティメット人狼の主催者であれでね、13人村がまあ流行ったところもあるんで、まあ、13人村を代表する方では石井さんなんですが、まあ、私立にもね、もう10限目くらいのかなり初期、まだ1期生しかいない時にね、ゲストで来ていただいたりしたという経緯もありました。ということで、石井二郎さん見事正解で、さあ、まつりちゃん、これで力技でありますが2ポイント目をゲットですね。楽しい。さあ、まだ問題ございますので参りましょう。次の問題はこちらでございます。ここに病院を建てな、ほにゃらら、式を向けた道づくりも大事だね。誰、いいじゃない、またいい、いいだ、またいいだ、いいだ、建てな、いい、いい、違くない、ここに病院を建てな、立てな、いい、立てな、いい、立てなと立てない派が戦争、戦争。鳥ちゃんは1行目で終わってると思うんだよね。立てなじゃん、大事だぜ、みたいな。まつりちゃん、ここに病院を建てな、いい、ゴリス。違います、違います、いいって何年だったから、全部のことはいいって何年、わかる、いいゴリさんしか出てこないよ。ゴリさん出てこないか、立てな、オリシキ、オリシキが気持ち悪いんだよ。立てな、インコ。イの次、うん、ないのか、インコさん式、インコさん式、うん、立てな、インコさん式を向けたじゃない。まつりちゃん、ここに病院を立てな、医会両兵式を向けた街づくりも大事だぜ。正解、やったー、医会さん、医会さん、さあ、ということで、これちょっと文章で考えるの結構難
難しいですけど、まさちゃんこれ分かりますか、どういう文章になるか。病院を建てない海領へ意識を向けた街づくりも大事だぜ。海領兵をえって言ってるんですか。まあ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 、それもそうなんですが、ちょっともう一回こう、もうちょっとねピンとくる言い方ないですかね。向こうに病院を建ててますかね。建てない正解すると急にバカ病院を建てないかとまず聞いてきたんですね。医療へ意識を向けた街づくりも大事だね、ということで。ハテナってそういうことですか。え、違います違います。ずっとあそこハテナ入ってたんですよ。全員バカクイーン全員バカのやつだこれ。なんだこれ見たことない。でも当たったからね、はい、当たった。ということで読み方非常に難しい、結構難問だったんですけれども、4問目からの、ね、前振りもあって医科医療兵で正解でございました。ここで問題終了でございます。ということで、鳥ちゃん1ポイント、アッカ1ポイント、まつりちゃん3ポイントで、優勝はまつりちゃんでーす。さあ、ということで、5問ね、戦ってみましたけれども、まあ、優勝はまつりちゃんでした。いかがでしたでしょうか。このクイズ、得意かもしれない。全然ね、得意な人の優勝の仕方じゃなかったの。いや、分かってなかった。いや、もっと広めましょう。人狼目当て、人狼プレイヤー入れるクイズ、うん。入れるクイズね。うん、はい、もっと広めたら、この分野で強くなれるかな。知らない。1位になれる。出題できる分母が少ないんで、あんまもうね、出せる人はいないんだけどね。はい、まあ、まだまだ第2回があればね、はい、まあ、ぜひ連覇を目指して頑張ってください。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、あっかね、もう松井ちゃんが正解したやつを読むのは一番早いみたいなのがありましたけどね。いかがでしたか。いや、でもなんか、全然その、なんだろう、いいとか頭文字分かってても、意外と名前が出てこないんだなって。あと、他のメンバーでちょっと見たいなって思いました。あー、この3人以外にとかってみたらどうなるか、ね、あの、すごい、あの、頭が柔らかい組が何人かいるので。じゃあまたクイーンメンバー以外にもちょっとね、はい、この謎解き系をやってみてもいいかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございました。さあ最後に鳥ちゃんいかがだったでしょうか。はい、1問しか取れなかったんですけど、うん、でもなんかみんなが答えを言ってくれて、うん、答えが分かった時の気持ちよさがすごく楽しかったです。もっと得意にはならないかもしれないんですけど、頑張りたいと思います。はい、まあ、なんか鳥ちゃんがね、なんだろう、一番まともみたいな感じでしたよ。え、鳥が一番まともでしたもん。やった。そんなことない。一緒一緒みんな一緒。一緒か。一緒ではない。はい、ということでね、優勝はまつりちゃんでございました。おめでとうございました。はい、まあ、僕たちもなんか今回こういう企画持ってきたんですけど、まあ、ベビーウルフチャンネルはクイズもね、ある程度やってくれたりする時もあるチャンネルなので、また機会があればね、新作クイズ持ってきて、また遊びたいなと思いますね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしてカプリティオチャンネルさんの方にクイズをさせていただいた動画も上がるので、うん、ぜひぜひ見てください、はい、あっちはね、本当にガチンコ競技クイズというような感じでね、クイズ女王決定戦の決勝戦をしのぐほどのね、いい試合が取れたと思いますので、3人の姿ぜひ応援してみてください。はい、ということで、楽しかった方、面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。